新潟医療福祉大学の学生寮で今日まで3日間行われた、その名もポテト祭り。新潟市西区にある就労支援施設豆の木の利用者が作ったジャガイモをメインにコロッケなどを昼食に提供します。はい、楽しいです。施設の利用者とともに作業するのは、日頃社会福祉を学んでいる学生です。みんなに美味しいって言ってもらえればいいなと思います。厨房からは揚げたてのポテトの香ばしい香りがしてきました。まもなく開店です。じゃがいも料理に加え、おにぎりや味噌汁なども販売。お腹を空かせた学生たちが次々とやってきました。芋が入ってて、なんか炭水化物が取れるんで、すごくいいかなって思います。あ、とっても美味しいです。じゃがいもが甘くて、やっぱ自分で作った作物がこう加工されて喜んでもらえて嬉しいです。美味しいですか、うん、自分で言うのもなんだけど。共に作業した学生にとっても貴重な時間となりました。一人一人やりたいこととかできることが違うと思うので、そういう、まあ、作業の分担とかを考えながら全員が楽しくできてるかなというふうに思います。将来は障害を持った方々と一緒に働いて、まあ、世間でちょっと障害に偏見があったりするので、そういうのをなくしていきたいと思っています。売り上げは就労支援施設の工賃に充てられるということです。